今日うんこ何回目ですか？20回？そんなしてない。もうほんと嫌なのよ。だってさ、旅行の3分の1はトイレ待ちなのよ。マジで。いいじゃん。よくないの。健康じゃん。知らん。健康はありがたいけど知らん。迷惑かけてるんですか、あなたに。かかってます。なんでですか？トイレの、あ、じゃあトイレじゃないわ。あれよ。はい、もうダメー。タバコ待ちぐらい我慢しております。あ、もう、あ、それもう誰かさんに対するあれですか？誰かさんに対するあれですか？何が？誰かさんとかじゃないのよ、良一さんに言ってんのよ。は？そうよ、もうやめて。そういうことばっかり言う。もうやなのよ。うんこ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 。誰がうんこや？もうタバコ吸ってる人たちの方が早いかもしれん、もはや。あ、申し訳なさないと。あるわけないでしょ、だって自然現象でさ、出してるも出してんのだ。もうあなたのせいで飛行機待ちます、いいと。ねえ、それでさ、飛行機が待ってくれたらすごくない、はい、俺のうんこ待ちでさ、飛行機が待ってくれたら。なわけあるかい。まあいいわ、もういいっていいっていいって。でもさ、今日ね、俺さ、うん、もうすぐさ、うん、もう誕生日になるじゃない？おめでとう。まあ別に年齢あれだけど、29になるの。うん、29歳がさ、こんなエリをさ、なんかもうちょっとやめて。でもなんかね、あー、俺なんかいい年の取り方したなって思ってるの。どこら辺が？ちょっと言ってみ。今のこの点。もううるさいよ。いや、ちょっと酔っ払って、これ、シラフで見たときあるかもしれないけど。あのね、ああ、この年で、なんかいろんな楽しい人たちに恵まれて、ああ、もうこの、いや、いい年の取り方してるなって思って、うん、10代の時とかさ、結構さ、うん、まあしんどかったりする時期が長かったりしたんだけど、まあそうだよね。で、20代になって、でも、もう20代最後でしょ、うん、今年が。うん、ああ、よかったなって思った。おこの年の取り方は間違いじゃなかったなって俺は思ってて。うん、いいと思う。そう思えるのがいいと思う。思えるよ。こんなにさ、うん、これもさ。ありがたいよね、うん。そう思えるっていうのはね。別にコビ売ってるあれじゃないけど、なんかコメントとかを、YouTube のコメントとか見るの、ちゃんと見てる？見てるよ。めちゃくちゃ温かいの。わかる。なんか、あ、こんな、自分でも受け入れてくれるというか、うん、そうね、なんか例えばちょっと食べ過ぎちゃいましたとかさ、うん、そんな時に、うん、あ、ほっこりしましたとかさ、もうめちゃくちゃ誇れる。この、うん、なんか見てほしいコメント欄めっちゃ高くなるから、気持ちが。なんか食べ過ぎじゃないとかそういうのじゃなくてさ、うん、なんだろう、ちょっと甘えちゃおうみたいな自分に。なんかね、翔ちゃんがさ食べてる姿とかさ、うん、なんかすごい、なんか逆に幸せになりますとかさ、言ってくれる人もいるもんね。そうそう、なんかみんな甘すぎて、うん、いや、だからこの間も、ね、この間もさ、うん、焼きそばをさ、めちゃくちゃさ、マヨネーズたっぷりかけて食べてて、食べててさ、うん、あ、私もマヨネーズいっぱいかけて食べちゃおうとかさ、うん、めちゃくちゃ良くない？いや、いいと思う。嬉しいよね。いや、もうほんとにさ、こんな世の中だしさ、厳しいことたくさんあるからさ、うん、いや、別に俺らの動画見てる時ぐらいさ、うん、全然自分に甘くていいと思うの、うん。で、別に痩せる痩せないとかさ、自分が決めることだから、別に他の人がさ、痩せた、いやもう太ったんじゃないとか言われてもさ、別にさ、自分がさ、これはこれでいいって思ってたら、それはそれでいいと思うの、うんうんうん。だからまあ、幸せだなって思って。まあ、噛み締めんな。うるせえよ。なんで幸せ噛み締めて何が悪いんだよ。だってさ、俺がさ、幸せを噛み締めてる時にさ、お前本当にひどいこと言うから。もちまると？そう。もちまるとね、翔ちゃんの顔を見ながらさ、あ、幸せだなと思ってたらさ、お前なんて言うの？顔見んなって言うよ。幸せ噛み締めて生きんなよ、つって。ひど。地に足つけろ、つって。やば。地に足つけて働け、つって。マジで。いや、本当に。ひどいよね、ほんとに。ほんとにひどすぎるわ。いや、だから、それはもう、少量チャンネル始まってからずっとそうで、コメント欄に誇れるのは、やっぱ、うん。
見てくれてる人たちが本当にいい人たちだからなと思ってて。まあそうね。ありがたいよ。だから続けられてる部分はあるよね。細々と。細々と。細々とね、うん。だからぜひ読んでもらえたら嬉しいよなと。何を読むの？ん？読んでもらう。あ、コメント欄をね。うん。何を読むのかと思っちゃった。ああ。俺も欲しい。食べる？うん、食べた。今日めっちゃ食ったな。めっちゃ食って。マジ幸せ。ああ、幸せー。もう、うまっ。しかもさ、うん、あれだね、なんか今、あの、沖縄来てんです。もう沖縄じゃなくていいよね、これ待って、これ都内のホテルって言うてもバレないよ、これ家でもわかんないね、家でもわかんないよ、もう貸しスタジオって言われてもバレない。うん、よかった。うん、いや、でも今回なんか沖縄来てめっちゃ満喫してる。本当？うん。何に？もう全部よ。うん、美味しいもん食べてさ、行きたいとこ行ってさ、うん、美味しいね。うん、人も温かいね。うん、なんか別にさ、都内がどうとかそういうあれじゃないけどさ、うん、なんか温かいね。あれ何なんだろう。店員さんとかもさ、めちゃめちゃいい人多くない？あー、心にゆとりがあるのかもしれない。まあちょっと僕らの観光客フィルターもあるかもしれないけど、まあそうね、あるかもしれないけど、なんか住みたいって思ったね。うん。あ、ここでもやってけんじゃないかな、みたいな。そうね。思ったな。うん。全然する。ある程度何でも揃ってるしね、沖縄沖縄でもね。そうよ。もうなんかさ、どこでもいろいろあるじゃん。日本中。はいはいはい。うん。ありだな。うん。いやー、楽しい。ほんとに。嬉しいなー。うん。誕生日迎えちゃうよ。いいよね。でも全然。いいじゃん。あ、もう誇れます。うん、全然誇れます。自分にも誇れるし、周りの人たちにも。でも全然あれでしょ、中身伴ってないでしょ。伴ってないよ。うん、そうよ、分かる。一瞬40になっても中身伴わないから。本当にマジで食べたい。え、食べたい。俺がは、俺が食べたい。にありがとう。あ、うまい。あ、うまい。あ、いや、これでよかったね。いや、ほんと幸せ。うん、幸せです。久々の旅行じゃない？そう、もちまるはお隣さんに預けてて、もともとシーズーを飼ってた方なんですよね。うん、だからちょっとうちのシーズーを任せても全然ね、うん、大丈夫でさ。うん、いや、もうほんと助かった。うん、でもちょっと、俺が、その、持ち丸に対して子離れできるかどうかっていうのが、あ、そうね。ずっと悩んでたし、うん、いや、大丈夫かな、どうかな、みたいな、ちょっと心配だなと思って、うん、持ち丸を飼ってから、持ち丸を離れたことがなかったから、うん、あ、でも、うん、ちゃんと見てくれる人いるし、安心した。ほんとに。めっちゃ心配してたな。うん。持ち丸、まあ、あの、平気よね。大丈夫よ。平気だった。うん。全然。結局、家にいるしね。持ち丸はね。うん。場所変わんないしね。心配しすぎだな。うん。確かに。まあ、もう、ほんとよかった。あと、もうすごい、あれやが。もう誕生日なる？いやな、どうし、もうそんな喜びような年でもねえじゃん。やめて、箱に置かせて。喜ぶ年だよ。いつになっても喜んでるよ、多分俺。誕生日？うん。言うて。あれよ、誕生日は自分が生まれて嬉しいっていう話じゃなくて、うん、産んでくれてありがとうっていう。はい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 、わかりましてる。うん、わかりましてる。うん、わかってるよ。わかりましてる。わかってるよ。うん。何？な、ま、でもさ、そうだけどさ、じゃあ何？誕生日まで謙虚にいなきゃいけないわけ？うん。普段頑張ってんのに？
ああ、まあそうね。生まれたことは感謝してるけど、うん、じゃあ何、その生まれたからこそ、生まれてるからこそ、ね、ずっと謙虚にいなきゃいけないわけ。じゃあ俺いつ喜ばれんの俺は。え、いつもよ。喜んでるから俺は、あなたが生まれてきてありがとうっていつも思ってるから。ああ、うん。